サミちゃん、ゲームイズナーリナルです。はい、皆様、ジャシロです。というわけで、はい、カーリナルですね。こちら、まあ、今回の4号のキャラ使っていこうかなと思います。初の放電持ちと、はい、貫通ランサー持続と WT が超マインスイーパーに、アンチ魔法陣ですね。ゲージで状態上回復と SS チャージ持っております。で SS がまあ自強化と仲間に触れると HP 回復して、さらに近くの敵に雷で攻撃、16ターン友情コンボ放電です。ついちまったか、ついに4号にも平気でつくけどさ、これやばい友情だからね、本当に。せいぜいの半分か、半分なんでね。ユーエルついてるとそれぐらいになるかもしれないですね、刹那側に。半分とはいえど多分、まあ、今回ね大黒天いけるだろう。いや強っ。制限で使うとなると多分文句ない、威力を間違いないなんじゃないかな。ただまあどうしてもね、ボスに火力は出せなくなってくると思うんで、そこをどういう風にカバーするかっていうのはあれですね。まあ、一応多分 SS がね、そういう感じで今回自強化でさらに近くの時に雷が結構これまでのなんかマースとかまあ悪霊対策っていうのにはなってるけど、めっちゃいった。いや放電は放電だな。まあ本来こんぐらいのダメージなんですね、単体にもね。だからボス削りがちょっとめんどくさいんですよね。だからこいつ読んで回ることはあんまりないのかなって思うね、制限入れて。まあ1体2体な気がするね、現実的に考えると ね、 そうですね。だからなんかマーズとかウェンディみたいにあのインボリュート勢と比べてなんか簡単でめちゃくちゃ楽にしていくってキャラではなさそうだよね、もちろん今みたいに重複するなんか要素があるならめちゃくちゃ強いだろうけど、これも重複するでしょ、これ。これビットに重なってるから分かりやすいですね、放電が。当時の水時みたいな感じだもんね。しないと。まああとはあれか、守護制限でも超マインが輝くクエストが来る可能性はあるからな、結構もらう強いですもんね、現状でも貫通。あ、そうか、もらうすでに超マインか。なるほど、ちょっとね、まあ放電もらった代わりに捨てはやっぱりさすがに4号にした、最近4号にしたら、ね、低い方に入るのかなって思うけど、攻撃力がちょっと低いですね。でもこれクラスの4号しか出てこなくなるのか、今後は。もうほんとそう、コラボしか出てこなくなるんだろうね、ここからはこいつに任せるしかない、本当に。かけるか、ましょ。かけなくていいか、まだ。いや、これかけないと終わるよな、速攻で多分下まではいかんか、ここは。さっそく先は最初は上手。これ打っちゃうかか、まあ上でまだいけるか。そうですね、壊れたような保険用なんかちょっと残しておきたいっていうか、セリナーで打っていかないときですね。純火力見れないのか、でもそうすると。それかまあ予後感して近くの敵に雷だから。そうですね、これで大黒行きそうな感じだけど、回復もそうね、できる。真横で、完璧真横で。お、超いいじゃん。おお、これいいね。これかなりやばくなるってことですね。バフ。やばそうだ。探知されてないのは右上か。こっからも絶対ぶっ壊すんで、ボスにちょっと壊さないともう無理ですよね、これ多分。仕方ないか。仕方ないと思います。ガンガン出しっか。そう、瞬速でぶっ壊す。強っ。大丈夫かな。こうなっても SS 控えてますもんね。控えてる。これでやってくれたら、開幕一応また打てる。ここいけんのかな。絶対まずいですね。あー。生き耐える？え、強い敵。どうこれ。最初の。おっそう。あっ、熱いよ。ああ、まあバグ分しっかり持ってきましたね。
ここ来ねえか。最初そう。もう前回ふちゃまん。ふるうたびだからかな。ふるうたび。急に全回復したよね。急に全回復した感はあったけど。何今の2回、2、3回目ぐらいから。え、そういう仕様ちょっと確認しないと分かんないね、今ね。アイテム取ってないですよね。取ってない。え、なんで今めっちゃ回復したの？そういう仕様臭いな、これ。何回か触れるとみたいな。触れた10回目で全回復とかになるのかな。触れるごとになんか上がってんのかな。まあちょっとこれ、あれですね。あとちょっと見直して、うん、そうですね、どうなってるか。一気に回復してそうな感じがしましたね。ちょっと今何回復するんだろうと思って、すっげえヒットポイントずっと注目したのにめっちゃ回復したから、なんかありそうだけどね。最初そう。もう前回ふちゃまんか。こちらですね。あ、でも1体はちょっと取っときたいですかね。今回ガチャ引いて、うん、まあ、90無理かもしれんっていう人でも、うん、まあ多分第2弾のガチャね引いたら必ず出てほしい気はするんで、余裕ありたら90、うん、他のね、5、6狙う過程でできればいいかなっていう感じはする、うん、普通にすぐセットが来そう、こいつに関しては、うん、まあなんか星5引っ込めば絶対邪魔にならないですからね、うん、はい、うん、まあ SS、まあそうか、SS もね、てんこ盛りだからな、てんこ盛りっすね、いろんな役できますね、うん、地層で追撃もよし、回復しても一応雷打ってくれるみたいな、うん、チェネレートミナスと、はい、というわけで、まあ、カリアンね、今回使ってもらいましたけれども、うん、一応まあ一応放電持ってるんで、なんか他にもここで使いましたかね、あそこでも使いましたとか、うん、地味にありそうなんで、そういうのがあればぜひコメントらよろしくお願いします。いや、まあでもこんななんかすげえ強そうですよねって人は、うん、ちゃんとよろしくお願いします。じゃ今回も夢大賞5からお送りしました。何位なんでしょう。シロでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録わかりますわかりますその君もなくなっちゃったからわかるよわかるよチャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録ね、はい、していただければ、ね。